So we are back with another episode of Stranger of Paradise Final Fantasy 1. Man, I started playing and was too much disturbance because I think I have to abandon the mission and start from because I have deleted. Abandon the mission, then start from the beginning. Because like it was too much disturbance because my house top floor is being renovated and too much noise was being there was too much noise, so it was very disturbing. いい装備なんじゃない？もらっておこう。だいぶ古そうな砲台だね。起動はしてないか。全く反応なし。起動方法を探した方がいいわね。Levers open up doors. いろいろと動き出したみたいだな。The door will open now. 無事開いたわね。行きましょう。なあ、ジャック。なんだ、過去の話か。大切なことだと思わないか？だったら自分の胸にしまっておけ。何が入っているかな？You have to just explore to find out the way that you are supposed to go, or you may just end up going somewhere else, but it's okay. You can always like find your way back to the mission part. やるか。さあ、やばそうだよ。体勢下がってるっぽい。次は気をつけろ。怪我は手当てしておけ。開くわけないよな。つまらん相手だったな。This way here. Explore this part. And if we see we're gonna nowhere, then we can change our path. Okay. なにかあるな。This is the place I was talking about that we can go here afterwards if we find the place, yes. That's the chest. So we cannot go back this way, so we have to like circle around. So we have to go again this way. So maybe we actually went for
at the first place. This time, our stamina needs to go down, so we have to be like thinking about going down. Still not done, right? Again, we go this way. If you remember correctly, I did not go down one path. That I, when I came down, I went right. So this is the way. We have to go, right?こことは違う場所。カオスを倒して、光の戦士になるためにこの世界にやってきた。独り言は頭の中で言う。ここはいるか。はい。さすがに一筋縄じゃいかないわね。黙らせてあげましょう。何だと？ダッシュ、後にしてもいいか。もちろんだ。Repeat a level or repeat one place entirely. See, now everything here is.俺が思い出す故郷は草しかないんだよね。背の高い草の生えた草原と、あとは白い部屋、町とか村とか、俺の家とか、そういうのが全然思い出せない。うちが思い出せないのに変だけどさ。
敵だ。珍しいな。よかったな。できたね。このルートは覚えておこう。
よっと。アッシュル、あげにしてもいい。へへ、ようジャック。ジャックはどうして過去を恐れるの？恐れてなどいない。旅先で見る風景がきっかけで俺はどんどん思い出している。みんなもそうなんだ。忘れていることに意味があるなら思い出すことにも意味があると思わないか？シルク、敵が集まってきそうだな。すぐに結構すごい力だよね。ポーション足りる？光の戦士になるっていう以上にもっと大事な目的があった気がする。二人はさ、何か思い出した？私は生まれや俺はこれ以上仲間を失いたくない。生きて皆で進まないと。いや、こういう話はジャックが気にするな。やめておこう。あれはキューブだ。調べておこう。見て、あの砲台。ここまでにあったのがおもちゃみたい。あれを食らっても困るな。勇気を知る方法がある。それを見つけなくて。出てきた。
もう終わりだ。次も頼むぞ、ジャック。条件になっていたわけか。残りはあと一つだな。一応勝ったし、いいんじゃない？
ヘトヘトだ。ジャックの指示に従うさ。कुछ करना पड़ेगा他の敵とは違う。みんな気をつけて。Come on.
けどね。ジャック、話は後だ。この先から強い敵の気配です。頭の中で過去をいじり回してないで、目の前の出来事に集中してくれ。ぶれないね、ジャックは。さすが。あそこにキューブが見えたぞ。一息つけそう。だとはいいです。やっぱ、あちらが上がる。魔物はもちろん、霧にも気をつける。他人の記憶が入り込めば、それはもう自分の記憶。自分自身でいたければ。余計な情報を入れるな。ラメカニカラーだ。あの光、もしかして。やっぱり同じような攻撃をしてくるんだ。攻撃を妨害する。霧が来る。ジェド、何をする。ジャック、俺嬉しくて。あなたと一緒ならうまくやれそうで。まあ、何でも命令してくださいね。ああ、はい、すいません、黙ります。でも光の戦士になったら俺戻らないかも。こっちじゃ平民のガキですからね。平民のガキめ。残るか帰るか迷うのは後にしろ。You did it.
Right. Let's do this. Let's do it. Have any means to use this sword, so I upgraded it to level 30 while practicing it, and then I. 海の中まで来たんだね。なるほど。水のカオスがいてもおかしくないな。敵発見。やるぞ。見てこい。集中しろ。装備しとく。学びのある勝利だ。一応勝ったし、いいんじゃない。この模様、火を使うなってことかな。ジャック、別の手段を探ろう。体勢下がってるっぽい。そこにキューブが見えたぞ。俺も覚えちゃったよ、セーラ姫のリュートでさ。これは昔から有名な曲、コーネリアではみんな知っている。どっちよ、ジャック。扉が開いたのは、そうかも。まあ、開いたからよしってことで。なんとか勝ったな。敵が強かったんだ。卑下しなくていい。お宝発見。大歓迎だな。戦おう。ということは、電源装置があれば大量の電気を放出しているわね。には絶対に触れたくないな。出てきたか。違う攻撃を試そう。余裕だな。圧勝だな。いただいておこう。
る道は確保できたな。戻りは楽ができるぞ。体勢を整えよう。できそうだ。闇の気配が漂っている。下からだ。ということは水のクリスタルに近づいてるってこと。もっと降りてみよう。
ジャックはさ、セーラ姫のことどう思ってるの？唐突だな。でも昔話じゃないよ、今のジャックの話だ。姫個人には興味がない。だが絶対に守らねばならないと思ってる。セーラ姫はコーネリアの平和とか希望の象徴だからね。姫を守るなら騎士になるのはどう？それを決めるのは王府。こんな乱暴な力士の奥に進んでくる。俺は会長なの。ここまで来れたのかも。いいね、すでにここまで来た俺たちの王府。見なかったことだ。面白くなってきたな。無理は禁物だぞ。バッチリだね。お前たちも気をつけろ。気を抜くな。セーブラカブパーシュリアンポシャンキーバーカロジョーファイナルボスオブアメカルポケタキシュカリゲリセネイマーパルミスケンダネフナブルパタナシュスキー会場完了っとそういえば海賊たちが怒っているんだったな。風の力に海が負けているのね。水のクリスタルが復活したらバランスが取れて海は海らしくなるでしょうね。海らしい海？私も知らないけど。そんな海は海賊たちだって知らないだろう。どっちにしても文句を言いそうだな。जितना भी कोशिश करता हूँ आज बचा भी ना बारा के कोई ना कोई चढ़ जाता है यार ये वाला पड़ेगा ब्लैक की से देखो ब्लैक कार्ड की この鍵じゃ開かないみたい तो भाई ना की से हम ना खोल सकते हैं उधर से घूम जाना पड़ेगा तो नीचे से जाना पड़ेगा इस नीचे से आपके सामने कुछ और दिख रहा है नीचे जाने का रास्ता さて、何が入っているかな。だいぶ下まで降りてきたが、水のクリスタルはすぐそこのはず。行こう。反対側へ渡れるようになったわね。面白そうなやつだな。腕が鳴るな。ダッシュ、当てにしてもいいか。もちろんだ。頼られると力が湧いてくるよ。なかなか手強いな。落ち着いて対処するしかないだ。
してる。なぜにしてもいいか。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。よっしゃ。とは別の鍵みたいだな。やべ、ボンケルミラーチャワラス。何かが言うた。マリアタ。ドキュリアセスセレミリバラ。これで、シダジャンでポティクタイアハッキジャラ。जाना उस साइड है, लेकिन नीचे बहुत बंदे खड़े हैं। यहाँ पे फ्राइड है वाइट का डर। जक, जक।出てきたか。さっきのぞ。なんだと、あんたに頼られると力が湧いてくるよ。
終わらんぞ。ジャック、しっかりしろ。見ててよ、ジャック。シェーガーなんだ。やめろ。弱いな、相手にならん。いつもこうだといいんだけど。すごいの来るぞ、注意。勝ちだ、喜べ。大歓迎だな。叩き潰すぞ。嫌な感じがすごくしてきた。多分この先に。ああ、最後のカオス。ようやくだ。足を引っ張るなよ、ジャド。俺？名指し？傷つく。止めるのは危険だ。気をつけた方がいい。アッシュ、当てにしろ。見ててよ、ジャック。やばそうだよ。やったね、大当たり。炭には会いたくないな。あの炭には気をつけよう。倒す炭なんて絶対体に良くないぞ。厄介な触手だな。切り刻んで使い物にならないようにしてやる。止めよう。
貴様は次は完全に仕留めるぞ。こっちの様子を見ているはずよ。気をつけて。本気でね。見ろ、水に包まれている。嫌な予感。Mark is maturing. Ashton, I'll do anything for you. I'll kill you. I'll kill you.चला इसका जॉब एफिनिटी है नहीं, इसको भी ट्राई करते हैं। लेवल ज़्यादा है। Thank you.
को 50 करोड़ लेवल वाला सब चाहिए। देख रहे हो जॉब एफिनिटी में नवड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जॉब एफिनिटी तो हर बड़ा। そうやってなるべく触れるようにしろ。個人的な記憶もそのデバイスに預けるんだ。経験の記憶は情報量が多い。脳に置いたままでは転送で欠落するリスクがある。俺は構わない、大した過去じゃない。そんなことを言うな。記憶の積み重ねが君自身だ。ここは危険だ、早く脱出しよう。実際エストスネカリア。やったよな。ああ、海流が生まれ、淀みが浄化されるはずだ。するとどうなる？さあな、悪いようにはならない。諸悪の根源だった全てのカオスを倒したからな。どうかしたか？消えない。俺の中のカオスを倒さねばという思いがまだ消えない。ケオスインサイド。あのさ、お城へ報告に行かないか？カオスを倒してクリスタルを解放したんだ。つまり俺たちは光の戦士？そう、予言の通りの光の戦士だ。